高校卒業して美術系の大学に進学したかったんですけれど、勉強もできなかったし、その美術の実技的なこともきちんと勉強していなくて、どこにも入れないことが分かった時に、そのアニメーションを教える学校の情報を知って、で、まあ、子どもの頃から漫画とかアニメは好きだったので、なんとなく興味を覚えて、その学校へ入ったのが、まあ、今に至るきっかけになっています。その頃は自分の作品が海外で見てもらえるなんてことは全く考えてなかったんですよね。まあそれが、まあ、カッパの句がフランスで公開されたっていうことがきっかけになったかもしれないですけれど、それによってその自分の過去の作品、そういうものがまた、今まで見るチャンスがなかったフランスの人たちに見てもらえることはとても光栄だと思っています。あ、そう、ちょっとそうですね、忘れてましたけど、実は「クレヨンしんちゃん」に関してはスペインでものすごく人気があった時期があって、その時に初めてヨーロッパで自分の作った作品がスペインで大歓迎されたっていうのが、まあヨーロッパでの僕のまあヨーロッパデビューになりましたね。で、まあそれとは全く別の形でそのカッパの句をフランスでも、公開してくれたっていう、まあだからそうですね、日本のアニメーションディレクターの中では海外デビューは僕はだいぶ遅い方だとは思うんですけれど、まあとても光栄に思っています。全く意識的ではないですね。それはたまたま自分に与えられた仕事が少年が主人公であったり、たまたま少女であったり大人の女性であったりっていうだけの理由で、そこは無意識ですね。そうですね、それはいつも意識しています。僕は分かりやすいヒーローが悪を倒すみたいなストーリーはそれほど興味がなくて、やっぱ人間っていうのはやっぱり強い時もあるし弱い時もある、善である時もあるし悪になる時もあるという、そういうなんか複雑な人間を描くことで、そのキャラクターがよりリアリティを持つと考えているので、僕が好きなのはやっぱりそういうよりまあフィクションのキャラクターではあるんですけれど、見た人が少しでもリアリティを感じてくれたり共感できるようなキャラクターをいつも作りたいと思っています。いや、経験というよりもむしろ僕がやっぱりその子供の頃から青年時代にかけて、好きだった作品がやっぱりそういう家族関係とかをきちんと描いた作品が多かったので、多分それに僕はとても影響されているんだと思いますね。うん、その通りですね。やっぱりそのリアルな現実を描いたドラマであろうが、ファンタジーであろうが、僕が興味があるのはやっぱりそこに登場する、登場人物がどういう、感情で、今いるのか、何かを見てどう思うのかで、そこでどういう感情になるのかっていうことが一番大事だと思っていますね。まあ、そもそも依頼がその実写映画の脚本の依頼がありまして、でその脚本を書いているうちに自分で監督もしたいと、僕の方から監督をしたいということで、監督をすることになりました。でまあ実際に撮影が始まってみると、やはりそのアニメーションで長いキャリアを持ってはいるんですけれど、やはりもう全然その作り方が違うということにとても苦労しましたね。だけどまあ出来上がった作品は監督の僕が言うのもなんですけど、とても素晴らしい映画になったと思っていて、終わってみたら結局やっぱり作る過程は違っても出来上がったもののメッセージとか感動とかっていうものはアニメーションも、実写も、変わらないと、改めて思いましたけどね。あ、その通りです。実現できるとはあまり思ってはいないんですけれど、そうですね、僕はそのアメリカの作家のジェリー・サリンジャーがとても大好きで、彼の作品原作を映像化したいという夢はありますね。最近だと「キックアス」と「キックアス2」がとても面白かったです。ありがとうございます。ぜひ見てください。